1998年ドイツ連邦議会選挙は、ドイツ連邦共和国の会員にあたる、ドイツ連邦議会の議員を選出するため、1998年9月に行われた選挙である、連邦議会の議員任期が満了したことを受けて行われた。1982年以来、政権の座にあった、コール首相の与党である、中道保守連合が、赤力連合に敗れた。 選挙後に、社会民主党の首相候補であるシュレーダーを主犯とする、赤力連合政権が発足した。党派別獲得選挙区分布図シュレーダーは、首相候補として選挙戦を戦ったが、スピード党首は1999年まで、オスカー・ラ・フォンテーヌ、ウアール・ツーム14、ドイチェン・バンギスタグ・ AM27、セプテンバー1998から引用、超過議席は、 スピード13議席セディとシエスは姉妹政党で連邦議会では統一会派を組んでいる。シエスはバイエルン州のみで活動する地域政党であり、同州以外では候補者及び政党リストは提出しないため、セディと競合することはない。ありがとうございます。